それではテープカットに先立ちまして、本日新型車両急先鋒を運転いたします村井運転士へ花束の贈呈を行います。それではお願いいたします。どうぞ皆様温かな拍手をお送りください。それでは北大阪急行電鉄新型車両急先鋒ポールスター2の営業開始を記念いたしまして、テープカットを執り行います。北大阪急行電鉄株式会社取締役社長立上幸三、近畿車両株式会社代表取締役社長森下逸夫様、本日はお忙しい中ありがとうございます。北大阪急行電鉄株式会社常務取締役河井啓二、北大阪急行電鉄株式会社鉄道部長茂木宏康、以上の皆様にお願いいたします。北大阪急行電鉄新型車両急先鋒ポールスター2の営業開始を祝しまして、テープカットです。どうぞ。新型車両急先鋒ポールスター2、ただいまデビューいたします。